狙いは西野じゃなくこの俺だ。これは極秘捜査なんだ。成合に近づくチャンスができる。瀬能が動き出しました。誰と会うのか確認して。東都重工の海洋研究所にいらっしゃいましたよね。随分昔の話です。結婚したばかりで未亡人にはなりたくないの。瀬能の父親がブラックバタフライと繋がってる可能性が浮上した。西野しっかりしろ。西野 DCU 日曜夜9時。なんでここにいるんですか。もうこれ以上お互い干渉するのはやめよう。